長塚古墳とは、岐阜県蟹市にある前方公園墳。古墳時代中期築造されたと考えられている。昭和31年国の史跡に指定され、平成15年に集合の一部が追加指定されている。本古墳は蟹盆地に形成された蟹古墳群内の一支群で、ある前並古墳群に属する。この古墳群は15期を要する。 本古墳は隣接する野中古墳、西寺山古墳と共に前波の三筒化と続称されている。1982年、翌年、1986年の年度に測量調査が行われた。1995年度から1998年度にかけての発掘調査では、墳球周辺に木段や作り出しは認められず、外表施設としての吹き石や、 伝統派にはも持たないことが確認された。埋葬施設は公園部と前方部に一つずつ確認され、公園部の埋葬施設からは木管や副葬品を運び入れたと考えられる、墓道や木管を覆ったと見られる白い根馬角が発見された。前方部からは霊文鏡やガラス玉などが発見された。なお、出土した体物は蟹郷土歴史館にて展示公開されている。 ありがとうございます。